用意した部品がしっかり乾いたら、それを使ってビー玉転がしのコースを作っていきましょう。箱に入れて乾かしておいた部品をいろいろと並べ替えて、どんなコースになるかを考えてください。それが決まったら模様を貼りましょう。くっついてない模様がないか確かめてください。まず滑り台から作っていきましょう。上の部分に切り込みを入れて折り返します。台紙にボンドをつけて固定したら滑り板をつけていきます。ちょっとここのところも開いて、仕切りパーツを使ってみます。ここをスタートにしてみました。滑り板をボンドでつけて大きな滑り台ができました。滑って降りたところにトンネルをつけてみます。トンネルにもボンドをつけて、これで大きな滑り台の出来上がりです。滑り台パーツがまだ残っていますので使ってみましょう。こちらは L 字型にしてみました。滑り台パーツの上の部分を切り開いて、L 字型の仕切りと組み合わせれば出来上がりです。残っている仕切りパーツもビー玉の動きを考えながらどんどん貼っていきます。大体のコースができたら、次回は仕上げていきましょう。